本日はプライドドリームカップ全国大会 in ホットモットフィールド神戸。全国大会準決勝に向けて試合前から気合十分でございます。我々アッパレメンバーなんですけれども、そんな試合直前のダグアウトから本日はお届けしてまいります。なんすか？いや、全国大会の道具をみんなのやろうって言ったから見せてよっていう回です。あ、そうだよね、そうだよね、俺が言ってた。もう見て、アート見て、来た、もう見て見て、あ、かっこいい、これこれもうずっと使ってる俺。あ、本当ですか。うん、合わせてきてる、しかもなんかスパイクもあってる、やべえこの人。完璧な布陣で今回はゴールドホワイトミン、挑ませていただきました、ね、ゴールドホワイトミンでいくんですね。やっぱりね、準決勝も一生懸命頑張って、はい、なんとかね2試合できるようにという、わあいいですね、心意気の中でもう気合バッチですよ。気合バッチ、うん、バッチグー。カラフルだな、シャンパンが。カラフルだね、意外と。あ、そう見たらチラ見えって感じです。そうだよね、こうやってやって、あ、渋いなっていう。そう、いや急に派手っていう。そう、落差がそういう形でね、今日はやっていきますよ。いや華やかなやつと堅実なところと、うん、まさに徳さんを表したようなパーグラブ。全国的にはテンションおかしくなってちょっと分かんない気持ちしてるけど、他の人もいるんじゃない。そうですね、タジが何か持ってきてる。ハーパーモデル、アンダーアーマー。そうそうそう、なんもないんすね、こっち側。なんかそうフィット感すごそう。いや、こうベルトがゴムだから、はい、すごいこう手首が締まるんすか。キュッて締まる感じ。ちょっとつけてみて、ここはゴムだからすごいこう引っ張れる。あ、本当だ、すごい、めっちゃキュッとなりそう。キュッてなる、いいっすね。ここはこう柔らかいから、はい、すごい手の甲も。ああ、似合うな、アンダーマン。いいね、スパイクがハーパーモデルなんで。あ、なるほど、合わせたんですね。合わせて。ああ、流行ってるな、合わせるの、うちの野球部。ちょっと順に指令を与えよう。はい、俺準備してるから、はい、あのちょっとみんなの聞いてきて、あの視聴者の皆さんに届けてあげると。わ、かりました。あっち新商品あると思うから。 OK、 なんかなん、え、新しいグローブ持ちるの流行ってるんですか。いや、なんか昨日、はい、球児先生、あ、大阪の、大阪、はい、行ったら10年ぐらい前に買って、はい、4年ぐらい前まで使ってたウィルソンのグローブがあるんだけど、ウィルソンのやつ、はいはいはい、はい、これのほぼ同じ型でウェブだけ違うやつ持ってて、はいはい、え、ずっと使ってるじゃないですか。使ってる。で、あれもうヘナヘナになってて、ね、投げるときもグラグラしちゃうから、はい、変え、グローブ変えたんだけど、はい、それと同じ型のやつがあったから買っちゃった。永遠に内野手用でピッチャーをやり続けるっていうスタイルですね。そう、皮も良くて、はい、柔らかいし、柔らかいですね、結構最初から。結構コンパクトなのもあるから、手ちっちゃいから。ああ、なるほど、ちょうどいい、はまるんですね。はまる。他に何かありますか。ここ、あ、これはあの、あ、これはあの、アッパレベースボール大学&アドエルムの、アドエルムのハイパー野球バッグじゃないですか。このグローバル、これはまた移動式ロッカー、移動式ロッカー、これはまた後日お届けしますよ、移動式ロッカー。あの、これバイク用なんだけど、はい、あ、電熱と、電熱ベスト絶対、だってベンチ行ったらクソ寒いですもんね。この間大沢さんがガクガク滑れてる問題があったから、ちょっとこれ。なるほど、あ、確かに、なたけさん今日1試合目はアパッチじゃないから、そう、それ着ながら待ってるっていう。そう、俺も電熱のブランケット持ってきた。いや、もう電熱流行ってる。電熱流行ってる。テクノロジー使ってかない。テクノロジー。さあ、続いてはグラウンドを見つめるこの男。1年ぶりのアッパレどうですか。1年ぶりのアッパレ、はい、いや、なんか久しぶりの感じは全くないんだよ。なんだ、合ってるんじゃないかっていう錯覚が。そうよ、兄貴に関しては今朝、うん、戻すって言ったら一数しか言ってない。いやいや、めっちゃ普通に返された。いやいや、俺ちょいちょいあの忘れられないためにたまに1ヶ月に1回ぐらいみんなLINEやってる。いや、そうですね。パンと福井さん、なんか持ってきてます今日。俺、はい、もちろん。何持ってきてるんですか。いや、全国だから。あ、見せてくださいよ。だいたいみんなあのグローブとかスパイクとか。そうそう、もちろんもちろん持ってきてるやん、はい、やっぱ俺は、はい、アプローチ。今日は盛り上げ隊長としてということで。そうよ、今日1試合目はね、兄貴が先発するって言ったから、はい、でなかなかベンチに入れないから。もともと僕はもう本領はもうベンチウォーマーです。本領。他にはですね、ライパチなんですけれども、左の肘に注目。これアクセフベルガードのフルオーダーゴールドとシルバーという気合十分。さらに高見も珍しくド派手なグラブでキャッチボールをするなど、全国大会に向けてそれぞれ用意してますね。やっぱりあっぱれで道具といえばやはりこの方、守備猿ジュンナ。
呼びですか？え？呼びですか？いやそんな呼んでないよ。いや別になかったらもうすぐ止めるけど。いやありますよ、もちろん。あるもうね、頑張った頑張った、何を頑張った何を頑張ったんですよ、ね、何を頑張った頑張ったんですよ、ゲットするのにこれお前俺のとは同じバーナー8のやつじゃない？バーナー8の今年のオールスターでタティス選手が履いてたピンクのやつ。そうだよね。いやお前よく手に入ったね、これあんまり手に入んないやつだよね。そう、海外限定のやつで、うん、ネットをひたすら探しまくり、うん、買おうとこのために。なるほど、よかったね、あって、はい、今年僕アディダス結構ずっとアフターバーナー履いてて、うん、あの今まで細くてちょっと痛かったんですけど、はいはい、セブンからちょっと広くなって、うん、そうだね、痛くなったんで、うん、で、8もこれもう何回か履いてるんですけど、なるほど、めちゃくちゃ良かったんで、ほらもう最高の足元です。最高じゃん、お前ネックもピンク、はい、リストもピンク、ピンクマン、ピンクマンだ。おー、これも新しいやつですけど、でん、いや出てくる、やっぱり先生やっぱインタビューすると出てきちゃうね。あーそうなんすね、思わず。いや国際協会のドラえもん。そうですね、ってことでいいね。多分ショップにつながってるみたいです。そうだね、そうだね、まだ僕がショートになってから全校制覇したいんで別にどうでもよくない。いややっぱショートで全校制覇したいんですよ。そうなんだ、僕もそうか、分かった、二遊間できてきた人間としては。分かった、やっぱ頑張ろうな、行くんで。よし分かった、いいね、よし、いざ出陣と。出陣です。どうぞ。いいね。さあそしていよいよ準決勝、お相手は東海地区代表強豪マイナットさん。ここまで来たらもうてっぺん行くよ、フィンチに負けねえよ、その激闘の様子は明日公開します、お楽しみに。